こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、校歌一曲、名教を追うです。高らかに一節歌ってはみたものの、己を映す名教に蓋をしてしまった。老いを嘆く虚魂の終始の句です。後に、昨日の少年は今や白頭、かつての若者も今は老人という句が続きます。テーマから、校歌一曲、名教を追うを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。